レバーを回して出てくるカプセルに何が入っているかは開けてみてのお楽しみ。そんなカプセルトイが今人気沸騰中なんです。コロナ禍に人に会わずに買えるとカプセルトイ専門店が増えたことによりブームが再燃。市場規模は昨年度640億円と過去最高となり、10年前の2倍に急拡大しています。こちらの6歳の女の子がやっていたのは、やった欲しかったものがゲットできたようですが、実はこのカプセルトイ、カプセル自体もおもちゃになっていて、中の人形と一緒に遊べるようになっています。こちらの高校生が覗き込んでいたのは化粧品のミニチュア。ちょうど白いシーン出ました。出会ってたやつ出て嬉しいです大きさは本物の20分の1、カバンにつけたりして楽しむそうです。こちらの家族に話を聞くと、一番夢中になっていたのはお父さんのようで、欲しいもの買いますこういうウサギのやつとかです。子供そっち抜けてみてます子供の頃からカプセルトイが大好きで、今では専用の棚まで。500円とかあるんで、結構5000円ぐらい使ってるんじゃないかな。こちらの女性はカプセルトイの店を見つけるとついつい入ってしまうと言います。絵柄はどうでした？絵柄はさっきと大目当てのものではない。何が出るかわからないカプセルトイ、欲しいものではないものが出ることもありますが、それでも回してしまう魅力とは。普通になんかこれって買うのよりかはランダム性があるので、まあ欲しいのが出た時の喜び感がありますかねそんな偶然の出会いに魅力を感じ、ハマる人が続出しているようです。県内にも大型のカプセルトイ専門店が。こちらの店では800種類以上のカプセルトイがずらりと並んでいます。中でも人気なのは、平成レトロ、昭和レトロなどの懐かしいなと思えるようなものがとても人気ですね。今若い世代の間では平成に流行したものを平成レトロと呼び、その懐かしさからそれらがミニチュアのカプセルトイになったものが人気なのです。こちらは当時女子高生に人気だったブランドのロゴが入ったゼブラ柄の鏡、それがカプセルトイでは9分の1のサイズに。こちらの専門店でも平成レトロを目当てにやってくるお客さんが。今日は MB のカプセルをやりました。30代から40代の人には懐かしいオーディオディスクの MD。 今では使われなくなりましたが、これが4分の1サイズのカプセルトイに。当時使っていたというこちらの女性は、携帯持ってない時とかは MD で聞いてたので今日も懐かしいなと思いました。青春時代によく使ったアイテムとの再会に懐かしくてついついやりすぎてしまうこともあるそうです。そんな人気のカプセルトイですが、日本では50年以上の歴史があり、これまでにも多くのヒット商品がありました。1983年には筋肉マン消しゴム、通称筋消しが小学生の間で大流行。1994年にはウルトラマンシリーズが人気となり、そして2012年には SNS がきっかけとなり、コップの縁に乗せて遊ぶコップの縁子が大ブームとなりました。そして令和に入り、こんなユニークな商品も登場。その名も、そうです、ネギ袋です。実はこれ便利グッズで、買い物袋から飛び出してしまいがちな長ネギをすっぽりと収納して運ぶことができるんです。これで家までネギを折らずに持ち帰ることができます。このネギ袋、ユニークさだけでなくデザイン性や実用性も兼ね備えていることから10万個売れた大人気商品で、一時は完売してしまいましたが、たくさんの要望で今月から第4弾が発売されました。スポットシンデレラフィットする感覚にハマる人が続出したそうです。他にもサドルの形を生かして発売されたナンのサドルカバーは、
自分の自転車をすぐに見つけることができる上に、まるで焼きたてのナンのような作りがとってもリアルで人気が出ています。このように今ではおもちゃだけでなく便利な商品もいろいろと登場しているため、幅広い世代に人気だということです。オープンした当初は、まあ、若いお客様ですとかファミリー層のお客様が多かったんですけども、現在は世代幅広く、まあ、40代50代のお客様の数も増えていますね。どんなものがあるか見て回るだけでも楽しめ、そこでの思わぬ出会いにワクワクするカプセルトイ、皆さんもこの世界一度覗いてみてはいかがでしょうか。